こんにちは、有吉直子です。私はクラリネット奏者なんですが、アレクサンダーテクニックというのを最近勉強していまして、それについて皆さんに少し解説をさせていただきたいと思います。アレクサンダーテクニックというのは聞いたことある人もない人もいらっしゃると思うんですが、その実態が何なのかっていうのが意外と分かりにくいもので、何に役に立つのかななんて思ってらっしゃる方は結構いるんじゃないかと思います。まずアレクサンダーテクニックというものは FM アレクサンダーさんという人が100年ぐらい前にいたんですが、老生家というお仕事をしていまして、今でいう俳優さんなんですけど、舞台で台本を読んで、あとはちょっと振り付けをしたりとかっていうような演技をするお仕事の人でした。その FM アレクサンダーさんが舞台に上がった時に呼吸がおかしくなって、喉が変になって声が出なくなってしまったんですね。で、その原因が何なんだろうっていうことで、いろんなお医者さんにかかったりしたんですが、わからないということで自分で鏡を見てその原因を探していったところで、声を出す瞬間に首を後ろ下の方向に押し付けて、首を今ギュッとなってるの分かりますか？こういう状態にして歌ってというか話していたということで、それが声がおかしくなってかすれ声になってしまう原因なんじゃないかという仮説を立てて、そこから実験していったことがアレクサンダーテクニックの始まりです。首のことだけかなと思うんですけれども、首のことっていうのが人間の体のシステムの中で一番根源的にバランス調整なんかに関わっているところで、とっても大事な場所なんですね。で、楽器の演奏にもとっても役に立つことがたくさんあるので、ちょっと今日は実験を一つしてみたいと思います。まず木管楽器の人は指をいろいろ動かすと思うんですけども、楽器持ってても持ってなくてもいいので、パラパラパラと普通に動かしてみましょう。普通に動かした時特に違和感ないですね。じゃあ試しに頭を首の方にギュッと押し付けて、頭は動かしちゃいけないという状況で指を動かしてみましょう。どうでしょうか？違いありますか？あんまりやってると疲れちゃうので、すぐちょっとでやめちゃって大丈夫です。やってる感じも違うと思いますけれども、今私がやってみた見た感じも結構違うんじゃないかなと思います。そのこの首をギュッとしたのをやめて、押し付けなくて良い、首は自由に動ける、頭も自由に動けるということで、もう一回動かしてみましょう。どうでしょう？さっきと感じが違いますか？違うと思います。じゃあ今注意してみたのは指のことだけでしたけど、呼吸はどうなってたでしょう？頭を押し付けた時に呼吸が浅くなっていた方が多いんじゃないかなと思います。こういう時だいたい舞台に上がって緊張したりとか、危ない目にあった事故に遭いそうな瞬間とかっていう時に起こりがちです。だけど舞台では一番いいパフォーマンス、自分の一番いい状態を見てもらいたい場所だと思うので、体全部自由に動けて、頭も自由に動けて、で楽にさっき動けましたよね。そういう状態で演奏したいんじゃないかと思うんですね。そういうのってちょっと習慣的になってると自分では気づきにくかったりするので、先生に習いに行ったりすると、とっても新しい発見があって、自分がいらないことをしてるっていうことに気がつけて、それをやめていけるのが面白い点です。ということで、私はアレクサンダーテクニックを楽器に生かす方法としてお伝えしていけたらなと思っています。また今後も更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。